はい、こんばんは。前回の動画ではね、エフェクターのボードの方の紹介をしたんだけども、今日はギターだね。メインのギターの方の紹介をしたいと思います。ティーズギター国産のブランドだね。で、まあ、作りとしてはなんかまあサーとかトム・アンダーソンっぽいようなちょっとこうハイエンドなモダンなギターの雰囲気かな。それに対して、まあ、3シングル普通のストラットっぽいような感じなんだけれども、ボディはディンキーシェイプってやつで、ちょっとあのちっちゃいやつね。こっちの小ぶりの方がちょっとこう速いフレーズとか弾くときに弾きやすいんで、これにしてます。でボディはアッシュの、ネックがねこれいいんだよね。映るかなピント。あ、ピント合わないかな。よいしょ。フレームメイプルで、フレームメイプルって言ってもあのお肉のランクみたいに、なんかこうなんか A5 ランクの肉みたいなあれと同じで、これも木材の一応 5A グレードってやつで、まあ、一番木目とかがね綺麗だよっていうグレードの木を使ってネックにしてます。で、まあ、あとは基本的なところはね、まあ、ロックペグだったりとか、まあ、後藤のブリッジだったりとか、あんまりパッと見は普通のギターに見えるんだけれども、まあ、ちょこちょこ配線とかはいじってます。でまあピックアップはイングウェイのシグネチャー、まあ、スタック構造になって、まあ、ハムに近いピックアップなんだけれども、まあ、これによってノイズが少なくて、でかつちゃんとねクリーンの音とかシングルプロとかするんだよねこれ、まあ、それで選んでます。 YGM って書いてあるんですね。でだ、ピックアップのセレクターにちょっとこだわってて、まあボリュームとマスタートーンに見えるんだけど、これはトーンはカットしててプッシュスイッチになってます。こうやってね。で普通の 5A なんだけれども、じゃあどういう、まあ、ピックアップの配線になってるかっていうと、まあ一番後ろ側下がもちろんあのリアになるんだけど、リアとセンターのハーフ、センターとフロントのハーフトーンでフロントになってて、でこのプッシュスイッチなんじゃって話なんだけども、まずリアオアフロントの時にこのプッシュスイッチを押すとリアとフロントの、ミックスになるんで、ちょっとテレキャスみたいな音になります。でハーフトーンの時にプッシュスイッチを押すと3つ全部のピックアップがオンになって、かなりシャリッとしたアコースティカルなサウンドが出せるようにしてあります。じゃあまあ実際にちょっとね音を出してみましょうか。よし、それ以外ないね、俺説明し忘れたことないよ。うん、そんなもんだよね。 OK、 まあ行ってみましょう。じゃあまだ普通にクリーンの音で、普通にリアの音ね。で次がリアとセンターのハーフトーン。で次がセンター、センターとフロントのハーフトーン。で、フロントの音。
で、ここまでが、ここまではね、普通のストラトと変わらないんだけれども、じゃさっきのちょっとプッシュスイッチを使ってみましょう。じゃリアの時にプッシュスイッチを押すと、テレキャスっぽい、ハーフトーンになります。リアとフロントのハーフトーンになります。フロントの時も同じになります。5A の方が、まあ、どこかしらのミックスポジションにいるときにプッシュを押すと3つ全部オンになる。そう、これがね超クリスタルでいい音。でクリーンでね音出しても実際にそれ どこで使うのってなると思うんで、ちょっといろいろ模範的な演奏してみようかなと思います。まずはクリーンだとしたら、例えばこうコーラスのかかったクリスタルクリーンとかの時は、まあ、普通はハーフトーンで弾くと思うんだけど、最初ちょっとよくあるセンターとフロントのハーフトーンで弾いてみます。スイッチを押すと、3つ全部オンになってもっとクリスタルなサウンドになります。いきます。で普通にこの音で普通のクリーンでコードとか弾いても結構いい感じ、なんかアコースティックな感じというか、そう普通のねミックスポジションで弾くとこんな感じになる。あとかハーフトーンで弾くと、ちょっとね、こう聞き比べちゃうとこっちがこもって聞こえちゃうでしょ。で、これを押すとリアも入ってよりキラキラしてた。じゃあ次はさっきのあのテレキャスっぽい音、例えば普通にフロントで例えばクランチの音を弾いてみます。まあね、これでもすごくいいんだけど、これにプッシュスイッチを押してリアも混ぜてあげると、で普通のハーフトーンと比べてみよう。ジャキジャキしたなんかシングルサウンド出そうと思ったらフロントとセンターのハーフトーンを使うと思うんだけど、これちょっとカッティングっぽいの弾いてみます。まず普通のハーフトーンの音。じゃあ次はフロントにしてプッシュスイッチを押してテレキャスっぽいピックアップの配列だね。かなりジャキッとしたサウンドになるよね。やっぱリアが追加されることによってちょっとこう上のキラッとした部分が出てきて抜けていいサウンドになると思います。まああとはね普通のやつと特に変わらないんだけれども、まあやっぱりこの普通の 5A では出せないところっていうのもあるから、そういうのをねこうやって1本プッシュスイッチつけるだけでいろいろできたりするんで、皆さんよかったら参考にしてみてください。ありがとうございました。